コーラを一気飲みして歌い切ることができるのか。はい、どうもフライの海と、はい、リュウと、イノチと、チョウキと、ケイセイと、レオです。バチコリッケー。今回はこのメンバーでコーラを一気飲みして歌い切ることができるのか挑戦していきたいと思います。こちらのマイクを使いながらしっかりと歌ってもらって、ゲップを出ずに誰が最後まで歌い切れるか、視聴者の方も一緒に考えながらご覧ください。それでは早速いってみましょう。どうぞどうぞ。それではですね、選手の入場を行います。赤澤意気込みの方、よろしくお願いします。僕、まあ、コーラ好きなんで、全力でパワー。コーラの方の意気の方、よろしくお願いします。いきます。ミュージックスタート最後の最後のこの子ちゃん、あなたのお家はどこですか。お家を聞いてもわからない、名前を聞いてもわからない、にゃん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 、チャレンジ失敗。ちょっと感想の方だけ教えてもらいます。いやー、途中気持ち悪すぎて。パワー。はい、挑戦者の登場です。キリノー厳選。それでは、ね、キリノ選手にも軽く意気込みの方をね、言ってもらいたいと思います。どうでしょうか。まあ、こういうの余裕なんで、やりきってみます。コーラの意気込みをしてもらってから、スタートの方をお願いします。パワー。
速歌っていただきたいと思います。ミュージックスタート。最後の迷子、子猫ちゃん。
あなたのお家はどこですか。お家を聞いてもわからない名前どうでしょうか。やばちこりて。ありがとうございます。おう、はい、お疲れ様でした。いや、しんどかったな、ほんまに。一番やめてほしかったんだけど、コーラ飲んでる最中に仲間内で飛びかかってくるんですよね、ほんとに。パワーあれはやばい、やばい。もう次回はやめましょう。うん、はい、今回も優勝はそう私で、タジカ・リュウゴでした。次のね、また挑戦もまだまだこれからと思うんで、皆さんお楽しみにしておいてください。はい、僕らメンバーもタジカ・リュウゴに負けてないですよ。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。はい、バイバーイ。あっ、一人どうなの。